for a shooting star。 皆さんこんばんは。第2128回 AI テレビオペレートナビゲーターの船橋昭恵です。早速出演者の皆様をご紹介させていただきます。ゲストは NPO 法人折り紙パラ旅応援団事業責任者の都築正則さん、そしてアンカーは NPO 法人折り紙理事長アースライトプロジェクト代表の都築則彦さんです。お二人とも本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。都築正則さんは初めてのご出演ということで、則彦さんは初のアンカーということでご兄弟でのご出演となりますけれども、一緒に普段からご活動なさっていますが仲がよろしいんでしょうか？まあたまに一緒に遊びに行ったりとかしますけれども、まあ、比較的仲がいい兄弟かなと思いますね。はい、正則さん初めてのご出演ということで自己紹介をお願いします。はい、よろしくお願いします。NPO 人折り紙で福祉事業を担当しております都築正則と申します。今は、大学卒業して、東京府専門学校というところで社会福祉の勉強をしています。で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。性格とか仕事の面とか似ていらっしゃるんでしょうか、それとも真逆とかそういうことはあるんですか？割と全然違うような気がしますね。なんか僕の方が割と大雑把な性格な気がします。そうなんですね。じゃあ正則さんがいろいろフォローしていくっていう感じでしょうか？まあフォローできるところとできないところがありますが。そうですね。お二人ともじゃあ別の場所からのご出演なんですか今日は？そうですね、ちょっと今日僕はその富山県で高校生の地域のプロジェクトみたいなのをコーディネーターしてて、その関係で今富山にいます。そうなんですね。じゃあ後ほどたっぷりと伺ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは築地 AI スタジオからお届けします。事実を知るための AI テレビオペエドスタートです。ではここからは特集、多様な社会へパラスポーツ観戦パラ旅を語ると題してお伺いしてまいります。まず都築則彦さんから理事長を務められていらっしゃいます NPO 法人折り紙についてのミッションとビジョンについて教えてください。はい、NPO で折り紙が、やっていることというのは、一言で言うと、社会的役割のオーダーメイドという、まあ、そういう標語を掲げているんですけれども、はい、やはりその、仕事の場所とか、あるいは家庭の中とか、まあ、誰しも社会の中の役割って持ってると思うんですが、まあ、それで全部が全部自分にとって最適な形であるというよりかは、社会がうまく回るようにするために作られた枠組みに、後からその役割を人にはめるみたいな形で作られているものが、ほとんどだと思うんですけど、ボランティアっていうのは自分は社会の中でこういうことを担いたいんだって思ったものを実現していくっていうふうな形で、まあ、自分自身の社会的な役割を自分のために作っていくことができるっていうところがボランティアの魅力だと、僕たちは考えていて、でそういうようなボランティアの可能性を、まあ、探求していきたいなと思って活動しているというところですね。で、具体的な事業としては、ボランティアの企画の、マネジメントっていうところを、専門にしていて、まあ、世の中いろんな事業の中にはたくさんのボランティアをうまく集めてイベントを開催してくださいねみたいな、まあ、そういう条件のある事業っていろいろとあったりするんですが、まあ、そういうものを折り紙が受託してきて、でそれで あるいは自分たちでそういう企画を作り上げて、それでボランティアが楽しく気持ちよく活動できる、そしてそれが社会の役に立つっていう、まあ、そういうものを、うまく生み出していくっていうところが、折り紙の、事業の内容になります。はい、お二人はどんなポジションとしてこう事業に参加されているんでしょうか？僕は理事長として、まあ、この団体を立ち上げたのが、僕なので、まあ、ずっと、まあ、そういった形で代表として活動してますけれども、はい、じゃあ正則はね福祉関係の取り組みをしていると思いますけれども。はい、自分は、NPO 人折り紙の理事として、NPO 人折り紙の全体の活動をしつつ、福祉事業の担当をしています。はい、まあ、福祉事業では、まあ本日のテーマにもしていただきましたパラ旅応援団というプロジェクトが中心なんですが、まあ、とにかく障害のある方の、人生の選択肢というか、あるいは社会関係つながりを広げていこうということを、まあ、
普段昭和中だと活動しているご家族やヘルパーだけではなくて、学生ボランティアとか、まあ、そういうなんか普段関わってない人たちが、まあ、どんどん昭和中だと関わって、もっと昭和中の人生を明るくしていこうみたいな、そういうプロジェクトをやっていまして、その責任者をやっております。分かりました。今お話にあったパラ旅という企画ですけれども、これはどんなものなんでしょうか。はい、では私の方から、はい、一言で言うと、昭和のある方のパラスポーツ観戦を、パラスポーツ観戦を障害のある方と学生ボランティアで、まあ、一緒にやっていきましょうっていう、そういう授業なんですが、はい、まあ、そうですね、前年度は千葉市、パラトライアスロンと車椅子ラグビーを見に行き、今年度はパラトライアスロンを見に行ったんですが、まあ、そうですね、ちょっとね。はい、そうですね。ちょっと自分、言語障害があるので、ちょっと言葉が出づらいんですが、じゃちょっと代わりに少しここから巻き取りますけど、はい、ごめんなさい、喫音症という障害があって、時々言葉が全然出なくなっちゃってるんで、はい、ちょっと代わりに話すと、パラ旅っていうのは、今、まさやかな話にあったように、障害のある人と学生版って一緒にパラスポーツに行こうっていうプロジェクトで、で、重要なポイントはグループ支援という形を取ってるところですね。普通のそういった障害者の余暇活動の支援って、ヘルパーと、障害者が1対1で一緒に外出しに行くんですよ。だからその障害者が、例えばショッピングモールに行きたいとか公園に行きたいとかっていう時に、そのヘルパーを呼んで2人で一緒に行く。で、ただこれってなんか結構1対1だし、ヘルパーの人と友達というかやっぱり仕事の関係になっちゃうっていうところがあるというふうなところで、僕たちはそのヘルパーを、現場監督として置いて、研修を積んだボランティア複数名と障害者複数名のグループで、一つのグループを作って、そのグループをいっぱい作ってですね、全部で130人、今回150人ぐらい来たんですけど、まあ、それぐらいの人数で外出しに行こう。で、その中でパラスポーツを、パラトライアスロンという競技を見に行こうってことをやりましたというところですね。どういったきっかけでこのパラ旅というのを始めることになったんでしょうか。これはぜひ、マソメの方から、特別進学校との話とか、パラリンピック聖火リレーの話とか、ぜひ質問をやりたいと思います。はい、わかりました。まず先ほど私、ちらっとお話したんですが、まあ、自分は喫音症という言語障害が、まあ、ありまして、まあ、今、まあ、少し出ましたけど、わかりづらいかなと思うんですが、まあ、なんかその経験から、まあ、なんか、なんて言うんでしょう、何か障害があって、人と違うことによって、なんか、満足に挑戦をすることができなくて、それでどんどんなんか自己肯定感が下がっていくという、まあ、そういう経験を、積むというか、まあ経験してきました。で、その活動の中で、その経験が、まあ、大転換したのが高校の時 のボランティア活動でして、まあ、なんか自分でもなんか誰かのを笑顔にすることができるというか、まあ、そういうなんか自分の可能性を感じた時になんか吃音が あってもいいんじゃないかって思ってきて、それでそしたら気づいたら吃音気にならなくなってきたっていうことがありました。っていうのと、大学に入ってから、まあ大学に入ってから特別支援学校との交流プロジェクトをやってきたのですが、なんか支援学校の子たちってなんか学校がからなんて言うんでしょう、やはり健常の人たちとの交流もなかなかなく、まあ、限られた人たちとの交流で、あと家と学校と、あとは放課後とデイサービスの行き来みたいな、そういう生活なんですが、はい、その中でもなんかなんて言うんでしょう、なんか純粋な力を感じたというか、なんか彼らがやりたいと決めたものに対して、なんか誰に何と言われようが、なんかちゃんと頑張りきるなんか素晴らしさというものを感じて、なんか障害のある人たちと関わることで、なんかそういうパワーをもらえたっていう経験もあって、なんか昭和の方と
つながることでパワーがもらえるよっていうそういう部分と、あるいは障害のある方のまあつながりが少ないっていうそういうなんか2つの面から、なんかもっといろんな人に障害のある方とのつながりを作ってもらえたらもっと面白いんじゃないかっていう、まあ、そういう思いが募ってきまして、それでせっかくなのでなんか障害福祉とかに関心ある人たちだけじゃなくて、なんか何かしらボランティアしたいよって思ってる人たちが、なんか障害のある人たちとつながるきっかけを作ろうと、まあ、そういう思いを持って、まあ、腹旅を、企画しているっていうところになっています。そうなんですね。9月に実際にパラ旅を実施されたということなんですけれども、参加者のお声というか、実際に届いたお話はどうだったでしょうか。そうですね、まず、なんか最初、まずパラスポーツ観戦をするっていうところに対するニーズがもともとなかったんですね。でだから参加者を第1回の時は得意なんですが、お呼びするのが非常に苦戦はしました。ですが実際参加してみると、また会いたいと思える友達ができたよって回答してくれた方々が8割9割ぐらいいて、で今後参加しようっていう人たちはもう全員今後参加したいっていうふうに回答してくれて、実際に リピーターがすごい続出しているんですね。なんかそういう意味でなんて言うんでしょう、もともとそこまでなんて言うんでしょう、めちゃくちゃ興味があったわけじゃなかった人たちがこのパラ旅を通してまた参加したいって思ってくれた、こうやって可能性を広げたことだなっていうふうに思っていて、なんかやはり結構なんだろう、こういうこと提供しますって言った時に、それって本当に本人求めてるのってこと言われることって結構あるんですけど、なんかそれは実際やってみないとわからないっていうのはすごい今回の事業を通して思いました。なんかもっとパラ旅とかを通して障害のある方々にいろんな やってみたいを増やしていきたいなってことを、なんかいろんな参加者の声から感じました。やっぱり人間 の何かやってみたいという気持ちってどこから出てくるのかっていうと、その多くはきっと過去の経験から出てくると思うんですね。もう一回やってみたい、あれ面白かったみたいな気持ちがもう一回やりたいと思う時の原動力になると思うんですけど、その意味で言うと健常者と障害者のかなり大きな違いとして、その経験できる世界の幅が違うっていうのはやっぱりあるんです、どうしても。なので行ける範囲が限られているとか、誰かに一緒に行ってもらわないといけないみたいな形で、例えば特に重度の知的障害とかになってくると、本当に家と福祉施設の間を行き来するだけで人生がほとんどそれが全てですみたいな人もたくさんいる中で、その一歩外の世界に出てみるってことをしないと、そもそもそこに対して興味を持つこともできない。だから今日の前半のニュースでもあったように、せっかく法定効率でなんていうかお給料を稼げるようになっても、そのお金を使える道がない、だから給料が少なくとも特に不満もないみたいな感じになってくるっていうことが起こってくるから、だからもっともっと障害を持っていた人の社会生活を全体としてデザインしていく、仕事だけじゃなくて何をして生きていくのか、何が楽しくて生きていくのかっていうところをちゃんと考えていくっていうところを、しっかりとやっていきたい、パラ旅の背景はそういったテーマがあるのかなというふうには思いますね。わかりました。パラ旅を実施するにあたって資金面ですとか、いろいろ考えなければいけないところっていうのはたくさんあったと思うんですけれども、どのように実現させましたか。いやこれは本当に応援してくださる千葉の地元の企業の皆様がたくさんいらっしゃってですね、そういう企業さんが寄付をくださって成り立っているというところがあります。ただゆくゆくはそれこそ障害を持っている方からも参加費をいただくということもやってもいいんじゃないかなというふうに思いますし、その協賛みたいなところに関してもちゃんと企業メリットを作って、ただの、寄付は寄付あっていいんですけど、寄付だけではなく企業に対してちゃんとメリットのある協賛のプランをしっかりと練っていくってことをやっていきたいなと思ってます。もともと去年千葉県庁の事業だったところを今年から民間事業にスピンオフしたっていうところなので、千葉県庁の事業のところから折り紙がやったりしてましたけど、これから本当に綺麗な民間事業になっていくから、事業としてどういうふうにやっていくのかっていうところが本当にこれから重要になってくるなっていうふうに思ってます。わかりました。今後の展開としてはそのパラ旅どういったものを考えていらっしゃいますか。実はスポーツだけではなくて、もっと行きたい場所ってあるんじゃないかって思うんですね、障害を持ってる人が。
例えばお祭りに行ってみたいとか、まあ、例えば、大自然の中に行ってみたいとか、やったことないけどやってみたいくなれるものっていうのはたくさんあると思ってて、まあ、そういういろんな知らない世界に学生と障害者で一緒に旅をしていくっていう、そういうものを考えていきたいなっていうふうに思っています。わかり実まはした。超豪華ゲスト来るんですけど、ちょっとまだ発表できないんで、あ、ちょっそうなんですよね。かったらぜひ、折り紙の SNS や、ウェブサイトをぜひ注目しておいていただければ嬉しいなと思います。じゃあぜひ皆さん SNS をご覧ください。では今日は本当にありがとうございました。ありがとうございましありがとうた。ございました。事実を知るための AI テレビオペエド、次回は11月13日月曜日の放送となります。本日の放送最後までご視聴いただいた皆様、コメントをいただいた皆様、誠にありがとうございました。それではまた次回お目にかかりましょう。失礼します。